そう、あのさ、おかゆとの対戦が来週なんだけどさ、え、なんかね、技構成をね、見直したの。あのスバルのがあまりにも弱いから技構成を見直した方がいいぞみたいになって、でね、いろいろね、なんかね、今勉強してる。なんか動画見て勉強した。対人やるには積みエースをするしかなくて、で、なんかその竜の舞がめっちゃ強いっていうのも分かった。なんでスバル錦こんなに無双できたんだろうって思って、冷静に。なんか錦って竜の舞をすることによって上がるんだって、何段階か。めちゃめちゃ強くなるんだって。スバルは今考えてるのはレントラー、ビビちゃんに光の壁とか覚えさせて、ビビちゃんとジャスティン起点作りの錦積みエース型にするか、ジャスティン積みエースにするかでめっちゃ迷ってる。すごい勉強してんの。おかゆのさ、敵ポケモンはもう全部わかってるから、そいつらが覚えそうな技とかも全部今書き出してて、でも面白い、すごい。なんかその厳選とかはしないけど、スバルのジャスティンは攻撃がすごい高くてみたいな、特殊単純で2倍になるから、それを生かしてあげれるような技を覚えさせるみたいなのがすごい楽しい今。努力値振り直しとかよくわかんないからしないだ、努力値とかもわかんねえんだもん。今いるその旅のパーティーメンバーのその防御とか攻撃とか見た時に、どうすればこの子たちが一番活躍できるかなっていうのを考えるのが好き。あのね、厳選はね、なんかね、やっぱさ、同じポケモンといえどさ、今まで戦ってきたメンバーで戦いてえよな。はい、 Thank you for watching. Please subscribe and push good button. Thank you for watching always.